ただける旅気分日本の温泉、ご覧いただきましてありがとうございます。今回は2022年7月プレオープン塩の湯温泉蓮月、空いていればいつでも無料で楽しめる3つの貸切露天風呂、シルキー湯、薬湯風呂、サウナや岩盤浴も完備した大浴場、肉まんや夜泣きそばまで楽しめる共立リゾートさんが手掛ける全室天然温泉風呂付き全89室の宿。ここは栃木県那須塩原市塩の湯温泉蓮月。まずこちらの駐車場に車を駐車し、蓮月のワゴン車で向かいます。その後専用スロープカーで渓谷を下り宿まで行きます。この駐車場に入るのに待ち時間が発生します。ワゴン車の中です。5人くらいまでの定員のようです。離れにお泊まりのお客様はこちらの駐車場が使用できます。こちらから専用スロープカーに乗車するのですが、ここでも少し待ち時間が発生します。混雑しているのでこんな映像になっています。10分くらいでしょうか、ソファーがあり座ってお茶をいただきながら待ち時間を過ごします。先ほどの番号札の順番でスロープカーに案内されます。ちょっと待ちましたが、このスロープカーも旅のイベントと思えば楽しめます。出発しました。大人女子でもやっぱりワクワクします。景色を楽しめると聞かれると、そこはスロープカーを楽しむ感じです。このチャンネルでは露天付き客室で2名2食付き5万円前後の温泉宿を中心にご紹介しています。見て知ってとことん楽しむを心がけ、詳細レビューをしています。ぜひ最後までご覧いただき、今後の旅にお役立ていただけると嬉しいです。スロープカーとすれ違います。蓮月の建物全体の様子です。出発地点を振り返ります。いよいよ到着です。落差30メートルの塩原渓谷に佇む湯宿、全室天然温泉風呂付きの渓谷美が織りなす極上の滞在がコンセプト。楽しみです。蓮月ではプランによってチェックイン時刻が異なります。私たちのプランはチェックインが16時のプランです。こちらでは滞在中ずっとコーヒー紅茶などお茶の提供があります。その脇には喫煙スペースもあります。車椅子などの用意もあります。純和風というイメージです。チェックイン作業をします。こちら4階お進みいただきますと、ただいまいらっしゃいます帳場がございます。3階にはお食事処花飾りのご用意ございまして、夕食のお時間でございますが8時でご用意をさせていただいております。お時間になりましたらご一緒にお待ちくださいませ。また朝食でございますが、夕食の際にレストランスタッフよりお伝えさせていただいております。2階お進みいただきまして、エレベーターずっとまっすぐ進んでいただきます。こちらの浴場棟はこちらにつながっておりまして、右手側には貸切の露天風呂、1階には大浴場が見えてまいりますので、こちらから ご利用いただけますようお願いいたします。ご利用いただけるお時間帯や無料サービス裏面に記載ございますので、ご一読お願いいたします。本日お客様のお部屋513号室ご用意いたしておりまして、チェックアウトのお時間11時でございます。11時になりましたら鍵2本お持ちいただきまして、こちらまでご移動をお願いいたします。お部屋男性 L サイズ、女性 M サイズでご用意しております。その他のサイズであったり、お浴衣、後方にございます売店もみじにてお取りいただいておりますので、ご自由にお預かりくださいませ。こちらで館内のご案内以上です。鍵には木製のキーホルダーがついています。もみじ、こちらはお土産コーナー。栃木県ならではのお土産が購入できます。
フロア内には無料レンタルできる色浴衣が用意されています。サイズ別に用意されているので選ぶのが楽しいです。男性用もあります。親切に帯結びの解説書まで用意されています。廊下を進むとベンダールームがあり、その脇には枕コーナー、いろいろな種類があり心地よい眠りに導いてくれます。こちらではフロントを帳場といい4階に位置します。エレベーター内も畳敷きでとても気持ちが良いです。廊下もすべて畳敷き、裸足好きの私はとても気持ちよく過ごせました。お部屋に到着です。落ち着けそうな雰囲気です。まず窓の外が気になりますよね。くつろげそうな椅子が用意されています。今日は曇り空ですが開放感があり、思わず深呼吸したくなります。あちらに見える建物は大浴場と離れです。こちらはお部屋専用露天風呂、まだお湯は張られていません。部屋に戻ります。足を伸ばせるソファー、いいですよね。こちらには空気清浄機、丸いこじんまりしたテーブルとそれに合わせたソファー、無駄のない設計になっています。本日はデラックスツインのお部屋です。ベッド側から見た様子です。ハンガーがあります。お布団を使用すればファミリーで楽しむことができますね。窓からはデッキスペース、専用露天風呂、その先には渓谷美が広がっています。障子を閉めるとプライベートが保たれます。こちらの湯張りボタンで露天風呂のお湯を張ります。ちょうど良い量のお湯がたまるようになっています。露天風呂脇のデッキスペースでは渓流の水の音を BGM に心地よい風を感じます。眼前いっぱいに広がる四季折々の渓谷美が極上の非日常を演出します。脱衣かごと下駄の用意があります。こちらのボタンは多臭ボタンです。源泉は60度以上、ぬるいの私にはお湯が少し厚めでした。うっすら茶色い濁りのある温泉、仕切りのない広い空間ですが、ベッドルームは個室風になっています。とても使い勝手が良いです。ベッドサイドには調光スイッチ、コンセントがあり便利です。和風のライト、良い雰囲気を感じます。腰壁と格子で仕切られていますが、閉塞感がなくとても良いです。座敷すだれの開閉によりプライベート空間も生まれます。機能的で過ごしやすくデザインされたお部屋です。化粧台は木製で温かみがあります。こちらはバスマット、ティッシュ、筆記用具、アクセサリーボックス、
電話蚊の対策グッズです。問題ありませんが、テレビはちょっと小さめ。テレビ下にはグラス、お茶セット、ティーセット、コーヒーミルなどの用意がありましたが、フリードリンクが充実しているので使用しませんでした。クローゼットを見てみます。天然素材の湯かご、中にはバスタオル、フェイスタオル、旅靴下、木製の金庫、ハンガー、消臭スプレー、引き出しにはサムエ、L サイズと M サイズ、サイズの変更もできます。室内着とバスタオル、フェイスタオル、こんな感じになっています。こちらは先ほど選んだ色浴衣です。こちらの棚を見てみます。ポット、お水2本、ゴミ箱、ミニシンク、冷蔵庫の飲み物は無料です。こちらの扉は冷蔵庫、丸いテーブルに楕円の曲げわっぱ、おかき、固めのシュー生地にあんこの入ったあけび、入り口付近に行ってみます。等身大の鏡があります。非常口を確認します。そして左手の扉、こちらはトイレです。小さめの陶器のシンクが備えられています。右手側扉は洗面スペース、ウッド調でまとめられています。フェイスタオル、ブルー系の和風の陶器シンクがとても良い雰囲気です。カップは4つ用意されています。そしてタオル掛け、引き出しはアメニティ、環境に配慮した商品に変更されていました。ポーラ社製基礎化粧品、大きな瓶で用意している宿もありますが、これは清潔でありがたいです。2段目はドライヤー、脱衣かご、こちらはシャワールーム、大浴場と貸し切り露天風呂が3つもあるので、内風呂はいらないです。ピカピカに磨かれています。顔のソープ類。この格子がプライベート空間を保ちつつ、開放感もある感じがします。とてもリラックスできるソファーです。お部屋の露天風呂、とても癒されます。こちらはベンダールーム、自販機どころとなっています。製氷機、自動販売機があります。こちらは2階です。ナイトバーは休業中です。
エステルーム、鯉が泳ぐ姿が影絵になって映し出されています。ここはライブラリー、明るい雰囲気ですが落ち着ける空間です。こちらはマッサージどころ、マッサージ機が無料で提供されています。癒される素敵な絵が飾られています。貸切露天前の景色です。なんだかとても素敵でした。こちらは貸切露天前です。ランプがついていれば使用中です。貸切露天風呂は24時間使用可能です。まず幸運の露天風呂、脱衣スペース、貸切風呂にしては広めです。石のお風呂です。夜の様子です。水が反射されて綺麗です。天然温泉の貸切露天風呂が無料なのはとてもありがたいです。こちらは早朝の様子です。空いていればいつでも好きなだけ楽しめる、とっても嬉しいです。こちらは総運、丸い木のお風呂です。大きくってゆったりくつろげます。私にはちょっと厚めです。渓流の流れる音にとても癒されます。こちらの露天風呂からは渓流の流れが少しだけご覧いただけます。私は3つの露天風呂の中で草月のお風呂が一番好きです。最後は彩雲、脱衣スペース、こちらも広めです。夜の様子です。お湯に浸かるとヒノキの香りがうっすらします。こちらは早朝の様子です。比較的夜間と早朝が空いていました。温泉成分表です。一回大浴場に行ってみましょう。階段で降ります。いろいろなお風呂があるのでとっても楽しめそうです。こちらは離れに向かう玄関です。可愛い配色です。ベビーベッドの用意があります。ここはロッカー脱衣スペース、こちらはトイレ、こちらはパウダールーム、基礎化粧品、体重計、ウォーターサーバー、こちらは茶褐色の天然温泉、
タオルが茶色くなることがありました。これは掛け湯、後ろは洗い場、こちらは薬湯風呂、寝湯や立ち湯ができます。薬草の香りが強くしました。こちらはサウナ、隣は水風呂、こちらは岩盤浴、シルキー風呂、こちらは露天風呂の様子です。幻想的です。お部屋に戻りました。部屋の窓からの様子です。18時から19時まで肉まんのサービスがあります。肉まんをお供にサービスのビールをいただきました。2階湯上がり所で肉まんや夜泣きそば、アイスキャンディーのサービスなど利用できます。今回はチェックインが16時なので夕食を20時に設定しています。夕食は食事処花かがりでいただきます。共立リゾートさんのお食事は地域の特産物や伝統料理が楽しめます。今日そちらの方ですね、後ろの方に赤い枠で囲いました心ばかりという項目と食事という項目がございます。こちらの方はお客様にお好きなものを選んでいただく形になります。心ばかりの方は全5品の中から2品、食事の方は全3品の中から1品選んでいただきます。後でこちらのテーブルの係のものが参りますので、そのままにお持ち付けください。はい、では次にですね、お客様の目の前にございます前菜についてご説明させていただきます。箱の中には野菜寿司が入っております。真ん中にあるのはかんぴょう寿司でございます。こちらのかんぴょうは、地物でございますので、ぜひ召し上がってみてください。お寿司の方は味がついておりますので、そのまま召し上がっていただきます。次にですね、グビン蒸しの火をかけさせていただきます。グビン蒸しの上には穴が開いておりまして、こちらから蒸気が出ますと食べ頃でございます。手前の器で召し上がってください。すだちが乗っておりますが、これを絞っていただくとちょっと味が変わりまして、調味料代わりになりますので、ぜひ使ってみてください。こちらの方はサービスドリンクとなりますので、栓を開けてしまってよろしいですか。はい。ビールとウーロン茶がサービスでした。土瓶蒸しは沸騰するまで待ちます。白ごま豆腐、小芋田楽、あゆ甘露煮、ヤングコーン、ずんだあえ、エビ、オクラ、青うり漬け、かんぴょう、赤かぶ漬けのお寿司、梅シロップをいただきました。お作りの店からイワナ、刺身こんにゃく、スズキ、マグロ、イサキの順でお並びしております。湯葉のウニあんのせ、土瓶仕立て、ハモ、鶏肉、焼き玉ねぎ、すだち、香りがよくとっても美味しかったです。玉ねぎ醤油ベースの香味だれ、右手がマスタードソースでございます。こちらとちぎ和牛とナスプレミアム三元豚の合盛りでございます。お好みでタレにつけてお召し上がりくださいませ。付け合わせの野菜は那須高原の新鮮野菜でございます。紫の野菜、こちらはシャドークイーンという品種のジャガイモでございます。飲み物のメニューです。栃木県で初めて洋食で育て上げました。ではお鍋の方、蒸気が立ってまいりましたら、入れ物となります。蓋を開けていただきまして、まずは酒ずつのおつみれを3等分してお鍋に入れてください。その後すぐにお野菜とお魚の全部入れて、入れていただきまして、火が通りましたらポン酢に薬味をお鍋で入れてお召し上がりくださいませ。3等分して入れました。
ゆず酒のロックです。ナマコの町の塩辛を大和芋と合わせたもの。日本三大珍味、イカの黒作り、サメの軟骨を梅肉で和えたもの、トウモロコシと枝豆のかき揚げ。こちらはうなざく、ナスの揚げ浸し、プレミアム塩マスとつみれ汁。私が入れたうどんが2つ入っております。昔鬼の耳に煮立てて食べることで1年間の無病息災を祈願したと言われております。耳うどんは栃木県佐野市千葉における郷土料理の一種で、うどん類似の麺料理。千葉地区ではこのうどんをお正月に食べるのが習慣になっているそう。じゃこ山椒茶漬け、スイカ、桃のコンポート、かんぴょうかりんとう、くず切り、黒蜜。ごちそうさまでした。地形をそのまま利用した渓流日、雨もまた素敵です。2階、湯上がりどころです。こちらでは夜泣きそばが振る舞われています。お醤油ベースの皆さんが好む味付けです。流木でしょうか、素敵なオブジェが並んでいます。それでは夜の宿のお顔を見に行きましょう。玄関前の様子です。スロープカーもお休みをしています。とっても静かです。ベンダールームで氷をいただきます。これは無料です。アイスペールをお借りします。廊下にはこんなオブジェも飾られていました。お部屋に戻ってきました。もうすっかり暗くなりました。四季折々の渓谷美とともに那須塩原の名湯を楽しみます。お部屋のお風呂は好きな時に好きなだけ楽しめる。感染対策が求められる中、ちょっと安心してくつろげます。そろそろ休みましょう。おやすみなさい。ございます。朝の温泉、贅沢な時間です。お目覚めの飲み物が5時から11時まで、乳酸飲料とご当地ジュースが提供されています。朝食の時間です。昨日とは違うお席です。納豆、温泉卵、海苔のご飯のお供はおかわり自由です。一つずついただきました。お茶とグレープジュース、お味噌汁を温めます。こちら豆乳鍋に火をつけさせていただきました。蒸気口から蒸気が出ます。お鍋沸いております。お鍋沸きました。蓋を取っていただきまして、お膳右手前の入れて一口混ぜてからお召し上がりいただきますようお願いいたします。いくら長時間煮てしまいますと固くなりますので、お召し上がりください。
直前にお入れください。温泉卵、納豆、海苔、サラダ、塩鮭、フルーツジュレがけ。厚焼き卵、赤こんにゃく、小芋、大根おろし。海鮮山かけ。このもの。いくら。梅干し。塩昆布。ごまドレッシング。こちらはわっぱ盛り。明太子つくね、高原ナス田楽、酢レンコン、スナップエンド、ミニトマト三つ煮。この大きな窓からは四季の移りゆく様子が楽しめるそうです。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。残念ですが最後の温泉の時間です。大自然に囲まれた露天風呂や開放的な大浴場、3つの貸し切り露天風呂に癒されました。美肌の湯とも言われる天然温泉に癒されました。四季折々の渓谷美が織りなす非日常を感じることができました。千葉の味覚をふんだんに盛り込んだ懐石料理で楽しい時間を過ごすことができました。塩の湯温泉蓮月、いかがでしたでしょうか。今回は露天付き客室2名2食付き68,000円の旅でした。もしよろしかったらグッドボタンをお願いできると嬉しいです。ご登録いただけますと励みになります。お気軽にコメントもお待ちしております。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。